何もできないものが価値を生むことがありますね。生まれたばかりの赤ちゃん、多くの人のなんか注目を集めますよね。何ができるんでしょうか。何もできません。泣いてるだけ、もしくは笑ってるだけなのに、なんでね、多くの人はそこに喜びを得たりとか夢を持ったりとかね、感動したりするんでしょうね。何もできてないですよ。で、何かできるべきはずの大人はどちらかというと、人様の足を引っ張ってるとかね、人を笑い物にしてるとか、まあ、こんな感じですよ。またですね、フェイクファーってのありますよね。動物の毛皮でなんかこうバーッとやると動物がかわいそうだっていうんで、化学合成の繊維で作ったその狐のね、毛みたいなの、熊の毛みたいなのをこうまとうやつですけども、フェイクファーって言いますよね。パーカーとかについてたり、あとミンクのコートがフェイクだったりとかしますけども、じゃあですね、動物を殺して着たりなんだりするのがかわいそうだって言うんだったら、フェイクファーって言ってね、そういうふうな合成繊維の工場を作るとします。じゃあ合成繊維の工場を作りました。どこに作りましたかね。どっかの森林伐採してそこに工場を作りますよね。じゃあそこの森林、伐採された森林はどうなんですかと。その森林を住処にしてた小動物はどうなんですかと。工場を建てたことによって生態系が変わって死んでいった虫たちはどうなるんですかね。結局ね、だから自分が見えてるところで自分の判断でいい悪いっていうのを決めてるだけなんですよ。これみんなそうです。だって本当に自然環境に最も良くしようと思ったら人間が死滅するしかないんですよね。人間が生きてる以上何かの生物を殺してますね。牛や豚はかわいそうじゃないけど、猫や犬を殺したらかわいそうだ、どこにそんな基準あるんだって感じですよね。そう感じてる人がいるだけですよね。そしてそれがマジョリティとなって常識になり、それがルールになって動物虐待とか言ってますけども、じゃあ鶏卵業者の人は動物虐待じゃないんですかって話ですよね。毎日のように動物たちを殺す、そして動物虐待っていう風な法律を作った国がもはやね、戦争で他の国の人の生命を奪ったり、自国民を先人を追いやって殺してみたりとか、それから処刑っていうね、判断をしてみたり、何なんですかね、これは。何なんですかねってことなんですよ。まあ、だからどんな発信であれ、どんなアクションであれ、いろんな人が見ればいろんな意見はあります。だからどこを自分に取り入れて自分でここ以上はやらないっていうモラルを勝手に作るかどうかなんですよ。それこそ世間の常識に合わせたところで、世間の常識に合わせた答えが出るだけですから、うん、なかなかね、一定の成果は得れないってことになっちゃうのかなと思いますよね。いろいろとこういうふうに考えてみると、冷静に考えると変なことを自分たちは納得してやり過ごしてきたなってことに気づくわけですよね。うん、これからね、どんなことに気づくでしょうか。いってらっしゃい。